からね。おお。それじゃあ賭けを、そうですね、年末大会決勝ですね。ボタン押して始めてください。イエイ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 。開幕はさあ出てきました、アルツー先生。対するは富山のドン指定さん。あれ違うんですか、下の場に書いてあったような。おうさあ見てまいりましょう。さあ開幕はアクションお見合いから真ん中でも、さてのアッチでコンボが入っていく。青画家の残機が残り2、はい2です。残機性ガードしてガードしきった、イエイイエイ。人間力を見せつけていく。あ、この牽制合いがねすごいなんか大事そうな感じがしますけど、止まられた。あ、残機が1、ラスト1。さあ、あ、残機がこれはいや昔のゲームボーイのカービィかなんかでしたね。あ、残機制でした。さあ、シエさん頑張ってほしい。ラウンド目はお互いまた様子見からまあですよねって感じで、ターンを取ってるのはタオカカカは触って、この後でなかった、固めてやばいけどノーリスク、おいしいしろ、思わずバストを使わせてダンシングエッジからさあ面始まり、ご招待して、おうまた様子見から下段下という税金から玉投げて、あ、落とし玉ですね、これが青触られてたで、まだじりじりタオカカが、おいしい人が当たって、タオカカの残機がラスト 1.5 かな、ラストこれはラスト1ですね。さあターンを回ってくるのか、アルツーの攻撃安定化が厳しいけど問題なく取ったのは塩田岡君。さあ最終ラウンド、お互い様子見から、そうこのね触られると超めんどくさい田岡とワンチャン火力のノエル、なんかすごいどっちもワンチャンありそうな気がするけど、で触ってるのは青いけど、おう、まあ、あと様子見かな、隣のターンが始まっている、これ立っちゃうよね、思わず使う、おうずっと立ってた、ビンビンですね。さあまたこの大事な読み合い牽制合いからターンを制したのはガードしきって、素晴らしいけど結局なんかアルツのターンが始まってるよ、火力が重いよ。さあ残機がラスト1点、イエーイ、大丈夫だった。さあアルツの固めを抜けてひっくり返されてガーキャンが漏れてる、でも生きてた残機が、で勝ったのはアルツーノエルでした、おめでとうございます、イエイイエイ。さあドンチーム次誰出すんですかね、おお、ここでエニューバレットが出てきましたね。あ、ちょっとダイヤこれちょっと分かんないけど、さあステージを選択して、The
さあこのまままた R2 が2立てで3立てと進んでってしまうのか。第2試合始まり始まりと、まだまだ剣才からヒートテック来て、今雪降ってますからね、あったかいの来て、2枚来て、このまま戦士行きたい。バーレットのめんどくさい固めが炸裂して、これね、さすがだけど、なんか動いてしまった。チャンスガードして慌てるけど、暴れ潰しとして引き直して、これも残機性か。前提にうまいこと抜けてガーギャンで切り返す。さあ割合から崩してノエルのターンが始まっている。重いコンボが炸裂して、さすがにミスらない。勝利からターン取って、これはおう。さあちょっとノエルが辛いけど、触っちゃえばその火力でなんとかなりそうな感じがするけど、ヒートテックで触って突っ込んできた。展開が早い。冷静にガキャン、ヒートテックに1枚目、うん、で2枚目のイデク、さすがに勝って1本目取ったのはヘニー・バレット。ガードしようねと煽っていくチームメイトたち。 3on3 ですからね、ガイアもどんどん。さあ様子見になって体育からちゃんとダメージ取っていく。この体にさすが13段。さあ大きい攻めは投げ見えないよね。バースト使って壁を背負っているよ、逃がさない。中段バグするわけで、まだバレットのターン、はいはいと、ミスらずコンボ刻んでヒートテック来た。 4D で暴れるけど、あー飛び合いになって、あバレットがヒートテック来てるからなんかなりそうだけど、投げから青いけど問題なく殺しきれ。さすがっす、つながってねえぞとギャラリー。3問目動いちゃったかなんかで触って、ヒートテック来て、フェイタル美味しいよ、美味しくなかった。ラウンドで暴れて、アーサルトするに当たってしまう。いや進んだ、まあ飛び合いからやっぱこのジャインが強い。あー貪欲だった、触ってしまう。これはさ触って展開を早めに立っちゃうよね。読んでて中段からイエーイ取ったのはアルツ。心大変の嗅覚はさすがですね。さあアルツ3立てしてしまうかで出てくるのは、いや、おお、プレジャーさんがすごいフラグを持って上がってきましたね。3戦目はノエル・ジンですね。さあ、アルツがこのままね、3立てしちゃうのか、それともドンの意地を見せるか。まあ見ていきましょう。ちょっとさあ開幕は、おやおた、アルツがちょっと強気でいって、触ってるのは西大工使って、まあよくわかんないけど、まあまたお見合い、まあ相手ですね。お互い牽制あるから出して先に触りたい。ジリジリ、イエー、無理したのは R2 か。プレジャー陣のターンが、おう始まらなかった。またこのジリジリから休んだ、オーバードライブ 8B、 素晴らしい。この稼ぎり強いよね、わけわからんってなる、うん、
そしてマータを見ないから、ただアルト側はやっぱリードされてるから無理しなきゃいけない。無理があってプレイヤーにダメージ取ってオーバードライブから、これどうなんの、とりあえず吐く、めっちゃ減るぞ、5000、おやばいだろ。でも暴れるプレイヤー陣、これはこれはR2 さん優しさでダメージは言ってくれたんですけどね。一本取ったらプレイヤー陣、お互いバーストないから、だからプレイヤー陣のバーストがワンチャンこのラウンドでちゃちゃっと回復したいところですね。でもコンボされてるのはプレイヤー陣、画面は自己紹介。さあどうする、中段からこれ見えない、残機制か、これまたプレジャーストックあとワンストックっすよ。いや分からんか、ヘビすぎ、いやー完成でしたね、取ったのはアリツイノイル。プレジャー陣がバースト溜まって、アリツイもまあ多分溜まりそうですね。最終ラウンド、まあ、お互い様子見から画面ライン下げて追い詰められてるけど、ダメージ取ってるな、プレジャー陣得意のプレジャーキックからダメージ取って、これはちょっと痛いし、どうか。さあ画面端読み合いは暴れず、イエーイ、おいしい、しっかりダメージポンポン刻んでターン取って、有利フレームを押していく、しゃがみ嫌いからどうする、せっかちめ、キレンソ打つけど何も起こらない、お互いちょっと休んだ、安くはなかった。さあ全然甘い、これが通らないんです、 R2 に。俺は死んだか、慈悲はあるのか、ないない、イエーイイエーイ、いやー勝ったのは R2 さん立てで、優勝者は、R2 池上丸チームでした。おめでとうございます。じゃあ勝ったチームの人たちちょっとね一言お願いします。はい、決勝トーナメントね一試合も出てないんですけど勝てて嬉しいです。イエーイ、一試合も出てないですけど、チームメイトに恵まれました。みんな画面端背負う、なんかノエルが画面端行ったからってバーストしすぎだよ、気をつけてねってキリッ、R2 さんからの ありがたいお言葉でした。じゃあこれにて一部終了でいいのかな。はい、チーム終了です、イエーイ、また2番あるからね、のじやりしてまた20人に備えてください。